明日、長崎県初の女性副知事に就任する馬場裕子氏、44歳です。辞令、馬場裕子、長崎県知事に任命する。馬場氏は東京大学法学部を卒業後、国土交通省に入省。現在は内閣官房国土強靭化推進室の参事官を務めています。これまでの経験を生かし、国とのパイプ役として人口減少対策などに取り組みたいと、副知事としての意気込みを述べました。長崎の女性の皆様がのびのびと仕事ができるように、私が先遣隊としてとりあえず道を踏み固めて、ガラスの天井があるのかないのか分かんないんですけど、もしあるんだったらもう素手でぶっ壊してですねやって頑張っていきたいなと思います。馬場氏は大阪生まれ東京育ちですが、本籍は長崎です。ふるさと、長崎って言えるように頑張っていきたいです。馬場新副知事の任期は明日から4年間です。